はい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 。負けると思ってなかったよね。普通に余裕で3連勝すると思ってたよね。まあ負けるとしたら、まあ打てなくて負けるかなっていうふうに思ってたけど、打てよマジで。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見に行ってください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたジャイアンツ対ベイスターズの試合解説の方をやっていきたいと思います。はい、今冒頭でもねちょっともうため息が出てしまったんですが、まあなんとまあやられてしまったというところですよね。まあアドバンテージ一勝あって東京ドームでやれて、まあ先発陣もね、ジャイアンツの方が有利でっていうところで、まあジャイアンツが3連勝するんじゃないのっていう風なすごく楽観的な見方をしてましたけども、非常に厳しい、本当に。やはりね、吉川選手がいないって相当でかいんだなっていう風に改めて今日感じましたし、やはりまあ相手の K 投手ですか、まあシーズンでね、まあ複数回やってますけども、やはり短期決戦になるとまた変わってくるやなっていうところはね、非常にあったんで、今日はそれをね、詳しく解説していきたいなというふうに思っています。はい、今日の動画の構成としてはですね、まず得点シーン振り返っていきまして、その後にスタメンの確認をね、少ししたいと思います。で最後にですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたよみたいなところですね、できるだけ分かりやすくね、面白く伝えていきたいと思いますんで、ぜひね、最後まで見ていってください、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、まず得点シーン振り返っていきたいと思います。僕の胸あたりですね、画像を出しながら、あ、ちょっと一緒に見ていきましょう。はい、今日はですね、2対0というところで、まあジャイアンツ完封負けをしてしまいました。はい、非常に、まあ、悔しいんですけども、まあやはり、まあこれだけ打てなかったとしてもですね、まあ4安打かな、4安打しか打ててないんですけど、意外とここで1本打ってたらみたいなところもね、多少あったかなというふうに思うので、まあ、安倍監督の試合後のコメントでも言ってましたけども、こんだけ打てなくてもチャンスあるんだなみたいな感じでね、本当におっしゃってましたが、僕もそれはね、同じ意見で、野球ってまあまあまあ分からないんだなっていうところはね、非常にありました。はい、ただですね、まあ、その4回表にですね、まあ、佐野選手にホームラン打たれると、はい、ツーストライクに追い込んでから、最後フォークかな、フォークかスライダーだと思うんですけど、まあ、スライダーがね、真ん中に入ってしまって、まあ、それをフルスイングされてね、ホームラン打たれるというところで、まあ、多少甘く入ったっていうところはありますけども、まあ、佐野選手がね、そのツーストライクからあれだけフルスイングするっていうところも素晴らしいバッティングだったなと思ってます。はい、で7回にも、まあ、ワンアウト1、3塁から筒香選手のね、レフト前のタイムリー、まあこれもですね、まあ正直全然スライダー合ってなかったんですよ。スライダー全然合ってなかったんですよね。もう全然もう全く合ってないんだけど、最後まあノーステップ打法というかね、もうショートパンチというか、うん。非常にこう、もうなんていう、変わり身というかね、こうパンともうショートスイングで、レフト前に持っていかれたっていうところも、まあ多少甘く入ったところあるんですけど、まあそこのその技術の高さというか、経験のがある選手なんでね、そういったバッティングもできるというところですよね。非常に素晴らしいですよね。ただ、まあ、ジャイアンツ、まあ、4安打で0点というところで、まあ、0点だと何しても勝てへんよっていうところね、まあ、良くても同点だよっていうところがあるんで、まあ、そこは、まあ、今日のスタメンなんかもね、振り返りながら、ちょっと一緒にね、見ていきたいと思います。じゃあね、次はですね、スタメンのところを見ていきたいんで、僕の顔あたりですね、ちょっと画像を出しながら、ちょっと一緒に見ていきましょう。はい、まずホーム側のジャイアンツなんですが、まあ今日の注目のスタメンとしてはですね、2番に増田大輝選手、3番にオコエ選手が入っているという、まあシーズンでは1回すらないんちゃうかっていうようなね、組み合わせがありました。まあやはり吉川選手が、まあ欠場しているというところも含めて、まあ誰でカバーしていくのって、僕が予想してたのは中山選手が2番に入るんじゃないかっていうようなお話、させていただきましたけども、まあ、あの安倍監督のコメントを聞いてると、まあ、まあ経験というかね、まあ、状態が、まあ、一番いいから、まあ、これしかないよねみたいなコメントをされてましたけども、まあ、それに対する、ね、コメントもね、視聴者のコメントであったりとかっていうところも、まあ、中山を使えとかね、まあ、いろいろありましたが、まあ、そのやってる当人たちがそういうふうに思ってるっていうところでね、まあ、改めてこの中山選手の評価も含めて、
まあ今現状、まあ内部ではそういう風な評価になってるんだなっていう風にね、僕感じました。で、まあやはり、まあ今日の結果見ていくと、まあその、まあ後で振り返るんですけど、僕は2番の増田大輝選手は、まあその、プレーでのね、守備でのプレーもありましたし、まあ盗塁も決めてましたし、まあフォアボールも選んでたっていうところで、まあ、やれるべきことはやれたんじゃないかなっていう風にね、試合通して感じました。ただ、まあやはり、うん、まあみんなが打てなかったっていうところがあるので、まあ非常に、まあ先ほども言いましたように、吉川選手の存在の大きさっていうのをね、改めて、感じました。はい。で、対する DeNA はですね、まあ非常に、まあファイナルステージから勢いが乗ってるというところで、どういうふうに食い止めていくか。まあ、戸郷投手は一番その牧選手を警戒してるというふうにことを言ってましたけども、まあ牧選手以外にもですね、佐野選手だったりとか、オースティン選手だったりとか、足がつったっていう風にね、ちょっとね、まあ欠場するんじゃないかという風に言われた宮崎選手も出てるんで、非常にね、まあ強力打線っていうところがあるんでね、先制点をやらないっていうところがね、肝だったんじゃないかなという風に思っております。はい、じゃあですね、ここからですね、僕が気になったところであってるか、ここポイントでしたよみたいなところですね、できるだけ分かりやすく、面白くね、飽きさせないようにね、喋っていきたいと思います。はい、配球チャートなんかもね、使いたいと思いますんで、ぜひね、見ていってください。よろしくお願いします。はい、まずですね、今日の、まあ、1回表ですね、まず1回表で見ていきたいんですけど、戸郷投手ね、もともと今日は飛ばしていくよというふうに言ってました。なんで、球速も含めてね、非常に今日力入ってるなというかね、初回からこう飛ばしてるなっていう感じはありました。ただ、非常にまあ序盤なんですけど、球がシュート回転するというかね、非常に中に入ってきてるなっていうところはありました。まあ今日全体を通して言うと、調子はあまり良くないんだけども、まあ粘ったというかね、なんとかまとめたなっていう感じはありました。まあ、その、先頭のね、梶原選手に内野安打打たれて、うん。で、ノーアウト一塁で、牧選手をレフトフライに打ち取ったんですけども、まあ、そのレフトフライに打ち取る前にですね、まあ、ポール際に危ないファールを打たれたりとか、まあ、ありましたし、まあ、オースティンにね、ツーアウト一塁からフォアボールで見切られたんですけど、まあ、そこも、ストレートで4球で追い込んでから、フォークボール、スライダー、フォークっていうところでね、結構いいところに投げてるんだけども、それを見極められたっていうのは、バッテリーからしても気持ち悪かったんちゃうかなと思います。で、この2アウト1、2塁、まあ、1回表の2アウト1、2塁で宮崎選手をライトフライに最後打ち取ったんですけど、それに対しても、甘いボールではなかったんですが、フェンス手前まで飛ばされたっていうところもありましたんで、今日僕そういうところを見ていると、まあ、調子は悪くないと思うんだけど、良くもないっていうところでね。うん。なんか非常にその DeNA の勢いをね、初回にも感じましたし、非常にこう、やりにくいなっていう感じはね、すごく、初回で感じてました。で、1回裏のね、ジャイアンツの攻撃もですね、ワンアウトから松田選手がフォアボールを選んで、で、ワンアウト1塁でオコエ選手の空振り三振の際にですね、まあ、松田選手がスチールを成功させてっていうところもありました。で、2アウト2塁で岡本選手のフォアボール。で、2アウト1、2塁というチャンスで大城選手のサードゴロっていうのもありましたけども、まあ今日の K 投手、見てまして、非常にこう 3-2 というね、フルカウントまで行くカウントまで、球数をね、要しているのが多かったんですね。で、まあ、それをまとめて言うと、まあその制球が荒れてたというかね、程よく荒れてたんで、バッターからしたら非常に絞りにくかったんちゃうかなっていうところはね、あったんですね。うん。やっぱりこう、きちきちね、大体ピッチャー、このピッチャーは大体ストライクゾーンに投げ込んでくるよっていうような印象のピッチャーだと、ストライクに来ることもあれば、ボールに来ることもあるみたいな感じでね、非常にこう、荒れてるピッチャーだと、バッターって絞りにくいんですね。そういった意味で、非常に、まあ、K 投手ね。K 投手もそんな状態がいいかって言われたら、そこまでだったと思うんですけども、状態が悪いがゆえに、バッターは、絞りにくかったんちゃうかなって思います。はい。でですね、4回表ですね、先ほど言いましたように、これ先頭の佐野選手にホームランを打たれるんですけど、これもカーブでストライク、カーブでストライクというところで、2ストライクに追い込んだんですね。で、まあ正直ここから何でも使えるわけじゃないですか。カーブ2球で取ってるわけなんで、まあストレート見せてもよし、スライダー行ってもよし、フォーク行ってもよし、全然何行ってもよかったんですね。うん、ただ、唯一やってはいけないのは甘く入ること。うん、ストライクからボールになる変化球で誘ったりとか、例えば高めの釣り球を投げたりとかっていうところを、まあどの選択肢でも大体いけるんですけど、甘く入るのだけは厳禁っていうところの場面だったんですけども、まあそこで
スライダーという球種が、まあ、真ん中に入ってしまって、それをフルスイングされてしまって、まあ、ホームラン。まあ、これは、まあ、失投ではあるんですが、まあ、ここをね、その一球の失投を見逃さずに、まあ、この緊張する、ね、場面で、うん、ホームランを打てるこの佐野選手っていうのは素晴らしいなと思います。はい。で、4回裏ですね、この取られた後のイニングっていうのがね、野球においてはすごく重要になってくるんですけども、これね、3番、4番、5番なんですね。これ取られた後の、このね、4回裏の攻撃。うん。オコエ選手がセカンドゴロ。岡本選手がフォアボール。ノーアウト1塁、ワンアウト1塁で、大城選手がショートゴロゲッツーというところで、まあ、やはり、まあ、今日は全体的に言いましたけども、やはりなかなか打てないっていうかね、うん、まだここまでノーヒットなんですね、ジャイアンツね。はい。まあ、それは厳しいやろなっていうところはありますと。はい。で、5回裏ですよね。まあ、結果論になってしまうんですけども、結果論ね、あくまで僕は、これは采配に対して、まあ、批判してるわけではないですけども、あくまで結果論で言いますけども、今日ね、ジャイアンツ、リリーフというか、ピッチャー9人入れてたんですね。うん、9人入れてたんですよ。それって多いんですね、9人ってね。その9人を入れてるのであればね、うん、早めの交代っていうのも、考えられたんちゃうかなと思ってまして、まあ、この5回裏の、ワンアウト1、2塁で、東郷選手がバントをしたっていう場面があるんですね。で、ここで、まあ、まだ1失点しかしてないからっていうところの見方はあるし、東郷投手はエースだからっていうところの見方あるんだけども、もしこのシリーズがもつれた場合ですね、中4日で、東郷選手が投げるっていうのも想定、できるかなというふうに思うし、9人ピッチャー入れてるっていうのも含めて、ここでもしかしたら代打というかね、うん、交代というか、そういった選択肢ももしかしたらあったんじゃないかなって。まあ、あくまでね、これ負けたから言えるんですけど、まあ、そんだけピッチャー入れてるんだったら、もうちょい早めに交代させてもよかったんじゃないかなって、あくまで結果論で言いますけども、まあそういった見方もあるんじゃないかなと思います。で、戸郷選手がね、バントで送って、2アウト2、3塁というチャンスで、丸選手がファーストゴロに倒れて、まあこの回も点入らなかったっていうところなんですけど、まあ、そういったところも含めてね、うん、そういったその選択肢もあったんじゃないかなっていう僕の提案ですね。はい。で、6回裏ですね。次見ていきましょうか。これね、この回、2番、3番、4番っていうところなんですけど、増田選手が先頭を見逃し三振するんですね。これも 3-2。フルカウントまで行って、最後、まあ、際どいボールをですね、まあ、ストライクっていう風に言われて、まあ、三振、見逃し三振したんですけど、もしこれが、ファーボールであったりとか、そういうものを取れてたとしたら、まあ、点が入る可能性が非常に高かったイニングだと思うんですけども、そこを見逃し三振してしまったというかね、まあ、これは仕方ないところあるんですけど、うん、まあ、そこで、まあ、この一球で流れが、僕の、ところでは変わったんちゃうかなって。うん。僕の考えでは、この一球でストライク、これが見逃し三振なのか、フォアボールなのかで、足の速い増田選手が塁に出るわけですし、好調なオコエ選手はね。結局これ、オコエ選手、ショートゴロに倒れてますけど、非常にいい当たりの打球ではあったんで、そういったその一球のボール、一球のストライクっていうところで、非常にまあ、細かいところがあるんですけども、ここで試合が、若干ね、動いたというか、うん、ここが出るか出ないかで、結構分岐点だったんじゃないかなと僕思いました。で、7回表、この回見ていきましょうか。筒香選手にね、タイムリー打たれるイニングなんですけど、まあ先頭の桑原選手にレフト前ヒット、森選手がバントを決めて、ワンアウト二塁から戸柱選手のライト前。まあ戸柱選手はファーストステージから非常に状態がいいですよね。で、ワンアウト一三塁で、ここで、ピッチャー交代ですよね。高梨選手に交代して、バッター筒香選手というところで、まあ、レフト前ヒット打たれるんですね。で、ここ、まあ、非常に重要な場面なんで、ちょっと配球チャートね、この辺に見ていきたいと思うんですが、ですね、まあ、先ほども言いましたように、なかなかこう、スライダーという球種に対して合ってなかったんですね、筒香選手が。で、これ見てもらったらわかる通り、まあ、高梨選手の魅力っていうのは、まあ、横の揺さぶりっていうところですね。左バッターに対してもシュートという球種も投げれるし、スライダーというね、伝家の宝刀もあるというところが、相手バッターからしたら非常に嫌なところなんですね。で、この勝負もですね、1球目シュート行ってファール。で、シュートでボール。うん。で、スライダーで空振り。この3球目のスライダーの空振りが全く合ってなかったんですね。うん。なんで、バッテリーは、あ、スライダーでいける。で、1球目、2球目、シュートを見せてるんで、シュートも意識させてるっていうところで、4球目もスライダー行ったんですね。で、ただ、この4球目のスライダーが結構大きく外れたんですよ。で、最後5球目のスライダーが、その大きく外れたスライダーよりも中に入ってね、先ほども言いましたように、
筒香選手がね、なんとかバットに当てようっていうところでショートスイングをして、うまくレフト前ヒットに打たれたっていうところなんですけど、まあ、これは非常に、バッテリーの配球としても別に悪くなかったと思いますし、これは筒香選手がうまく打ったなっていう、技術力が高いなっていうふうに思いました。はい、でですね、これ、ワンダッチ1、2塁から梶原選手がキャッチャーゴロ打ったんですけども、これも大城選手が3塁でね、アウトにしたっていうのも、これナイス判断だったと思います。で、2アウト1、2塁、まだこれピンチっていうところで、牧選手をセンターフライね、これもオコエ選手がスライディングキャッチをしてね、取るという、まあ、少しやや左中間寄りに寄ってたんですけど、守備位置がね、そこから、右中間寄りの打球を、スライディングキャッチしたというところで、もしかしたら、オコエ選手じゃなかったらヒットになってたかもしれないし、っていうところも含めて、今日打てなかったですけど、増田選手も、オコエ選手もね、打てなかったですけども、こういう守備の場面で非常にいい、プレーをされてたんで、僕は今日の起用は別に間違ってないんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、最後、7回裏ね、この点を取られた後のイニングね、これジャイアンツがね、非常にチャンスを作る場面なんですけど、この回から山崎投手が上がってまして、で、ワンアウトから坂本選手がヒット。で、モンテスが見逃し三振。で、2アウト1塁で門脇選手もヒット。今日、門脇選手、マルチ安打ですよね。非常にいい仕事してたと思います。で、2アウト1、2塁で、ここで中山選手を代打で出すんですね。で、ピッチャーが、サウスポーの坂本投手が出てきますと。で、中山選手、スタメンで使った方がいいんじゃないかとか、いろんな声ありました。打撃が好調なんでね、非常に、いいバッターなんですけども、これもですね、カットボールでストライク、チェンジアップでボールになって、最後ストレート。これめちゃくちゃいい感じで打ったんですけど、サードライナーになったんですね。いわゆる A 打球ですよね。打球の速さをランク付けするとしたら A 打球。非常に素晴らしい打球だったんですけども、サードの、ね、宮崎選手の正面をついて、アウトになるというところで、ここで1本出れたらっていうところはありましたけども、この打球の速さ、この捉えてる打球の感じをね、見て、これは中山選手は攻められないので、そういったところで、非常にね、中山選手ね、今日負けてしまいましたけども、ずっとね、フェニックス前からかな、ずっとこうシーズンの終盤からずっとこう、打撃の好調をね、キープしてるんで、素晴らしいなと思います。で、8回裏ですね、最後、堀が出てくるんですね。堀岡が出てきて、非常にちょっと余談になりますけども、なんかその、ジャイアンツをクビになってね、こういう、CS でね、この2対0という風にね、勝ってる場面で、この DNA でね、リリーフで出てくる、堀岡が出てくるっていうところは、なんか非常にこう、一緒にやった身としては、非常にこう、複雑な気持ちというかね、頑張ってもらいたいっていうところもありますし、ジャイアンツが勝ってもらいたいという気持ちもあるので、複雑なんですけども、非常にね、堀岡、頑張ってるなと、堀頑張ってるなという風に思いました。で、これ先頭の丸選手がこれライト前ヒット。で、ノーアウト1塁で増田選手のこれセンターフライね。で、ワンアウト1塁でオコエ選手空振り三振。で、ツーアウト1塁で岡本選手がライトフライというところで、先頭ランナー出すも、後続が続かないというところでね。得点奪えずというところですね。で、9回表、横川投手出てきまして、フォアボールで先頭出しましたけども、その後しっかり抑えると。で、最後、9回裏、伊勢投手が出てきまして、黒田の森原投手か、が、肩の怪我かななんかで、ね、ベンチ外れてるんで、伊勢投手がね、クローザーとして出てきて、大城選手三振、坂本選手、レフトフライ、で、モンテスショートフライというところで、結局、4安打完封というところで負けてしまいました。はい、非常に悔しい負けではございますけども、今後の展望としてはですね、ジャイアンツの方が、やっぱり先発陣の駒が揃ってるというところありますんで、DeNA が今日ね、勝ちましたけども、勢いね、もちろんありますけども、やはりまだ、ジャイアンツが有利というようなね、立場は変わってないんじゃないかなっていうふうに個人的に思ってます。野球は本当に何が起こるかわからないし、普通で言ったらジャイアンツが3連勝するんじゃないかっていう見方ね、結構多くの人があったと思うんですが、やはりね、やってみないとわからないっていうのが野球の面白さであると思いますし、その面白さをどんだけわかりやすく僕が伝えていけるか、野球がね、一人でも面白いなって思ってくれる人を増やしていけるかっていうところがね、僕のね、使命、ある種の使命かなというふうには思ってますんで、ぜひね、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。ジャイアンツの応援もよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。